エディンソン・ロベルト・カバーニゴメスは、ウルグアイのサルト出身。サッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。ポジションは FW。ウルグアイ代表。セリエートリーグワンで、得点王を獲得。ウルグアイ代表でも、歴代2位の得点数を誇るストライカーである。ダヌービオでデビューし、同年には19歳ながら、レギュラーとして13得点を記録した。 2006年2月にはイタリアで行われたビアレッジョトーナメントに出場して活躍し、インテルが獲得に乗り気だったが、設定された移籍金50万ユーロが高すぎるとして獲得には至らなかった。ユベントス、レアルマドリード、PSV アイントホーフェン、パレルモが争奪戦を繰り広げ、激しい争奪戦の末、 2007年1月31日、移籍期限最終日に移籍金500万ユーロで、パレルモに移籍した。2007年の南米ユース選手権で、ウルグアイ代表に貢献した後、ユベントスや AC ミランをはじめとするいくつかのビッグクラブが、カバーニとの契約に関心を示したと伝えられていた。しかし、2007年1月29日、パレルモの会長、 マウリツヨザンパリーニは、カバーニとの署名を発表した。この署名は1月31日に正式に確認され、移籍金額は約450万ユーロで契約された。セリエデビュー戦となるフィオレンティーナ戦で、相手のクリアボールをペナルティーエリア内からワンタッチボレーシュートで直接決め、その試合の後、ファンバステンの再来と評された。その後も、 出番を与えられこのシーズンに得点の活躍を見せた。ただ、2007から08シーズンは3トップのサイドで、起用されたため期待に応えられなかった。2008から09シーズンは、雨売りの遺跡により、レギュラーとして3トップの中央や2トップでプレーし、好調を維持、リーグ戦、チームトップタイの14得点を記録した。2010年4月、 パレルモと2014年6月まで契約を延長した。2010から11シーズン前に、同じセリエ A の競合ナポリに500万ユーロで、レンタル移籍した。移籍後は、セリエ第19節のユベントス戦や、第31節のラツヨ戦で、ハットトリックを達成するなどゴールを量産し続け、最終的にシーズン通して35試合に出場し26ゴールを、 上げ、自身は得点ランキング2位となった。この活躍もありチームは、リーグ戦を3位で終え、2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。シーズン終了後、ナポリは、買取オプションを行使し、完全移籍となった。また、このシーズンは、UEFA ヨーロッパリーグにも出場し、グループリーグ第5節のユトレヒト戦では、 ハットトリックを達成した。勝たなければ、グループリーグ敗退という状況で迎えた、最終節のステアはブカレスト戦では後半、ロスタイムにコーナーキックから、ヘディングシュートで、決勝ゴールを挙げ、チームを決勝トーナメントへ導いた。しかし、決勝トーナメント1回戦のビジャレアル戦ではゴールを奪うことはできず、チームも敗退した。 2011から12シーズンもゴールを量産し続け、最終的にシーズン通して35試合に出場し23ゴールを上げ、自身は得点ランキング3位となった。2012から13シーズンは29ゴールを上げる活躍を見せ、初のセリエ A 得点王に輝いた。ナポリでの活躍から、レアル・マドリードやマンチェスター・シティ、チェルシー、 ユベントスといった国内外の競合が獲得に興味を示したが、6300万ユーロとも言われる、高額な契約解除金に躊躇するクラブが多かった。2013年7月16日、パリ・サンジェルマンは、カバーニの獲得を発表。契約は5年間で遺跡金は6300万ユーロと推定される。背番号は9番である。 2016から17シーズンは35得点を記録、リーグ優勝は逃したが、リーグ安得点王と最優秀選手賞を受賞した。2017年10月27日、リーグ戦で2得点を挙げて、PSG におけるリーグワンの2500点目を記録した。11月5日、第12節のアンジェス CO 戦で2得点を決めて、 自身のリーグ案における通算得点が100点を達成した。11月22日 UEFA チャンピオンズリーググループステージセルティック FC 戦を迎えたパリ SG はカバーニの2得点など7から1で勝利を収めカバーニはパリサンジェルマンでの通算得点数を151に伸ばした。2018年1月17日の第21節 ディジョンフコ戦の前半に得点を挙げ、ズラタン・イブラヒモビッチの持つ、クラブ歴代最多得点記録である156ゴールに、並んだ。後半に、チームが PK を獲得し、最多得点記録更新のチャンスが巡ってきたが、カバーには、ネイマールに PK キッカーを譲り、この試合での記録更新はならなかった。 その後、第23節のモンペリエ HSC 戦の前半に、先制点を挙げ、クラブ歴代最多得点記録を更新した。2018年11月 AS モナコ戦で、ハットトリックを決め勝利に貢献した。リーグ戦は21試合の出場ながら18ゴールを決めた。2019から20シーズンには、マウロ・イカルビが起用されることが増えた影響で、 先発出場が減った。冬の遺跡史上でアトレティコ・マドリードへの遺跡が報道されたが、結局破断に終わり PSG に残留した。2020年2月23日、リーグ1第26節 FC ジロンダンボルドー戦でゴールを決め PSG での通算200ゴールを達成した。同シーズン、チームはチャンピオンズリーグで勝ち上がっていたものの、 短期契約の延長をせずに、シーズン途中に退団する形となった。PSG 退団後は、アトレティコ・マドリードや sl ベンフィカとの契約が噂されていたものの、結局は実現せず、10月に入り、マンチェスター・ユナイテッド FC との契約が迫っていると、報じられた。2020年10月5日、マンチェスター・ユナイテッドと2年契約を締結した。は、 アレクシス・サンチェスが対談して、秋番号となっていた7番。11月7日、リーグ第8節のエバートン戦で移籍後初ゴールを挙げた。ヨーロッパリーグ準決勝の AS ローマ戦、ファーストレグでは2ゴールにアシスト、セカンドレグでも2ゴールを挙げて、チームを決勝進出に導いた。これらの活躍もあり、10日には1年間の契約延長が発表された。 代表でのカバーに、ウルグアイ U-20 代表として、背番号9と、キャプテンマークを背負い臨んだ、南米ユース選手権において7得点を記録し、ブラジルのアレシャンドレ・パトなどを抑えて、得点王に輝く。チームは3位に終わり U-20 ワールドカップへの出場権は得たものの北京オリンピックへの出場権は、逃した。 セリエ A での初年度を終えた後の 2007FIFAU-20 ワールドカップでは不本意な成績に終わった。チームにおいて3得点をマークし実力を見せつけた。U-20 やクラブでの活躍を受けて2008年2月6日のコロンビア戦でウルグアイ代表デビューを果たし、この試合で代表初得点を挙げた。FIFA ワールドカップ南アフリカ大会ではディエゴ・フォルラン、 ルイス・スワレスに次ぐ FW として出場。3位決定戦のドイツ戦では同点ゴールを挙げた。2010年7月27日、親善試合のアンゴラ戦で途中出場で83分にチームの先制ゴールを記録した。2010年10月8日のインドネシアとの親善試合で代表で初めてのハットトリックを達成。FIFA ワールドカップ ブラジル大会に出場し、グループリーグのコスタリカ戦で PK によるゴールを決めた。2018年3月26日のウェールズ戦で、通算100試合出場を達成した。2018FIFA フフワールドカップでは、グループリーグ第3戦のロシア戦で1ゴールを決めると、決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦では、スワレスとのコンビネーションから、 決勝点を含む2ゴールを挙げ勝利に貢献。しかしこの試合で左足ふくらはぎを負傷し、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドに肩を重ねながら、途中交代。続く、準々決勝のフランス戦は欠場し、ウルグアイも敗退した。2019年11月のアルゼンチン戦でゴールを決め、代表通算50ゴールを達成した。2007年に結婚し、 妻との間に二次を設けたが、自身の浮気が原因で2012年末に破局。離婚調停の結果、月に2万5千ユーロの遺写料を支払うこととなった。2017年9月17日、オリンピックリオン戦においてチームメイトであるネイマールと、PK キッカーを巡り揉める姿を見られ、最終的にカバーに本人が蹴り失敗したことにより、ネイマールとの不仲が報じられた。 これについて、ネイマールは20日のトレーニング前にロッカールームにて、謝罪し、21日には同じくチームメイトであるダニエウ、アウベスのセッティングにより、両者が夕食を共にしたとされている。この騒動について、カバーニ本人は、フットボールでは、よくあること。それが過剰に受け取られてしまった。僕たちは、全員、事態が大きくなりすぎたことを理解している。 こういう出来事はロッカールーム内で解決される。何事も解決策があるからね。今は全てが落ち着いているよと語り、船仮説を一周した。恵まれた体格やジャンプ力といった身体能力に加え、直接フリーキックを決めることができる、キック精度やスピード、パワー、90分間耐えず走り続けることができるスタミナ。 そして、相手ディフェンダーの隙を突きながら、クロスや、ラストパスに合わせる嗅覚を兼ね備えた万能型の、フォワードである。そのバランスが取れた、プレースタイルのため、ウルグアイでは、ディエゴ・フォルランやルイス・スワレス、パリ・サンジェルマンでは、ズラタニ・ブラヒモビッチや、ネーマールといった他のフォワードを引き立てる、国使とされることもある。頻繁に自陣まで、全力疾走で戻って、 ボールを追うほどの献身的な守備も特徴であり、パリ・サンジェルマンのチームメイトであるマルコ・ベラッティ、マルキーニョス、パリ・サンジェルマン OB のアラン・ロシュも、カバーニの献身性やメンタリティを称賛している。リーグアンで退治した、坂井博樹は、80分くらいはポジションを取ってないような、選手ですけど、他の10分で2、3点取ってくる選手。ペナルティエリア内での仕事が一番得意な選手と、 表している。ありがとうございます。